皆さんこんにちは。 NFT ゲーマースプランです。今日はですね、資産性ミリオンアーサーのシーズン3がですね、いよいよ11月30日木曜日から始まるということで、今日はね、こうして立ち回るというところについてお話していこうと思います。もちろんシーズン1、2、ね、そことの違いとかも含めてお話していきますので、どうぞ最後まで見ていってください。スプラのチャンネル、なんと2900人ぐらいに来ました。残り100人ぐらいでですね、3000人になります。年内にここの大台には到達したいと思っているので、ぜひね、いつも見ていただいている方、このチャンネル気になる方、ぜひね、チャンネル登録、今のうちにポチッとよろしくお願いします。ということで、早速本日も行きましょう。はい、スプラは言う。資産性ミリオンアーサー、コツコツとプレイするコレクション好きな人は、ハマるで、ってやつですね。なんと11月30日。時間はですね、14時です。からシーズン3がスタートします。その概要とですね、今日はその変更点を踏まえての立ち回りについて見ていこうと思います。共有をしていきますよということで早速行きましょう。で、シーズン3の概要と変更点ですね。で、まず大まかな流れは変わらないです。左に書いているように冒険で寿司を手に入れて、工場でそれをパンツに変えてあげて、パンツをね、池にぶち込んで、そしてギアシールをね、ゲットしましょうというところは変わらないですね。で、このギアシールは、このキャラクターにね、くっつけたりとか、あとはね、ゲーム内で売却して MC ですね、ミリオンコインというやつに変えられたり、あとは LINE NFT で販売するっていうことができます。ちょっとね、LINE NFT は、まあ1月ぐらいからかな、またはなんかビットマックスみたいなやつ変わるっていう話があるんですけど、なんかここはね、まぁ、ちょっと置いといて、まぁ、一応 LINE NFT でシーズン3最初はできるっていうことになっています。まぁ、途中で、まぁ、ひょっとしたらメンテナンスが入るかもしれないですね。はい。で、その中で細かい点というのがいろいろ変わりまして、これ、ステップじゃない、いつもステップの話してるんですけど、シーズン3ね、この資産性ミリオンアーサーの公式さん、スクエニさんがね、出してきているものになります。この変更点ざっくり5つあるんですけど、それをね、ちょっと見ていきます。で、まず1つ目が星4タグの導入ですね。で、これ星4のタグに関わらずね、この星1から5までね、NFT 作れると思うんですけど、そのタグのね、入手方法、主なものを書いています。例えば今日の配給とかね、これログインボーナスみたいなやつですね。だったらログインして、まあ毎日、例えばね、パンツを何万枚作ったらみたいな感じでもらえることができるデイリーミッション。あとはチャレンジミッション、プレスミッションとかね、いろんなものがあります。で、これを見てみると、大きく変わったのが、この星4のね、NFT タグのところなんですね。で、これいつもさ、今日の配給とかデイリーミッションで、これシーズン1とか2プレイしてきた人は、これいつももらえてたじゃないですか。で、これが、実はこの星4がゲットできないよ、ということになってくるわけです。代わりにこの MC ショップでね、ゲットすることができるってことになります。これね、結構高かったですね。多分1枚7万5000 MC とかになるので、いつもね、2000ぐらいで買えてたんですけど、ここがね、非常に変わってきています。あとは、プレミアムパスですね。こちらも変わりました。プレミアス、いわゆる有料課金に当たるところなんですけど、これね、おまんじゅうポイントっていうやつですね。OMJ ですね。これの値によって、上限があるんですけど、プレミアムパスを持っている人がメガプレスすると、今までだとね、50回までしか報酬がなかったんですけど、51回以上でも報酬を獲得できるよってことです。詳しい値はここに書いているんですけど、おまんじゅうポイントがね、1万以上ある人は、これメガプレス100回までですね、対象になってますよってことです。こんな感じで回数に応じてね、このアイテムが変わってくるよって感じにはなっています。はい。で、あとは新機能ですね。これは主にシール作成の自由度ですね。ここに関してです。これは事前にね、例えば確認したりとか、あとやり直ししたりとか、そういう機能も出てきてるよって感じです。まあ、例えばこのギアシールの回転、あと拡縮って書いてますけど、これは拡大縮小の略ですね。大きくしたり小さくしたりすることができますよ。あとはメガプレスでお試しメガプレスですね。ができたり、ギアシール剥がし用ギアシールですね。どういうことかというと、ギアシールを一旦くっつけてしまうと、なかなか剥がせないので、それを剥がす用のギアシールですね。これが導入されてくるってところです。はい。そして、ゴージャス MC ショップですね。これはシーズン2から出てきたんですけど、シーズン3で、まぁ、ちょっとだけ変わってますね。この星5のね、ギアシール、ギアシール、剥がしギアシールみたいなやつが書いてます。早口言葉みたいなね。はい。で、こんな感じで、まぁ、ゲットできますよってことなんですけど、工場長レベルが20に到達しないとダメよってこと
ということですね。あとは今回はローエナさんですね、 20OMJ が貯まるキャラシールもゲットできますよってことになってます。まあ、ただし工場長レベルが16から19以上の人ってことになってますね。でこの工場長レベルはおまんじゅうポイント OMJ が高いとまあどんどん上がっていくわけですけど、まあ、スプラのオープンチャットで話している限りだと、まあ、おまんじゅうポイントが200ぐらい必要かなっていう感じになってます。まあ、160から200ぐらいで、まあ、シーズン中に工場長レベルが16に到達するって感じですね。まあ、ちなみにスプランはおまんじゅうポイント完全無料でやっていて100ぐらいなんですけど、まあ、それで、まあ、今回のシーズン2はね15ぐらいで終わりました。まあ、なので16目指してここの間がねやっぱり大きいので、まあ、頑張って狙っていきたいなと思っています。はい。あとはハートショップですね。こちらはギアシールですね。これが手に入るようになりました。これ今までだとこの MC とかだったんですけど、まあそれが廃止なのかなって感じになってきてます。これはちょっと MC がね有り余ってる人っていうのがちょっと OMJ ポイントをたくさん持ってる人にちょっとありがちな現象として見られているので、代わりにねこういう限定の MC とかが入ると嬉しいよねって感じでこういう変更が行われているっていうことになります。はい。あとはですね、これも本当になんかちょこっとなんですけど、初めてね多分ロボットが出てきてると思います。ブラックチアリーイーターですね。はい。というのでこういう方が出てきてます。なんかなんだろうね、イーターなんか食べちゃうのかな、そんな感じのものが出てます。まあ、あとはスクルドさんっていう方も出てきてますよねって感じです。はい。というのでここが大まかな変更点になりました。はい。というのでこの概要とですね、概要は変わらないんですけどね、であと変更点今言った5つそこを踏まえてシーズン3の立ち回りですね。なのでまあ概ねシーズン2と似てるんですけど、やっぱり星4タグのところかなが違ったので、そこはポイントになってきます。はい。でまずね、初動を大切にした方がいいですよねってことです。これね、ナンバーワンの NFT シール、これは誰しもが平等にゲットできるチャンスがあります。これはゲーム開始直後の争奪戦になると思います。これパンツからシール作って NFT がここまでを一気にスマホでね、タタタタタタ、パソコンでタタタタタタってやるとね、できるんじゃないかなと思うので、ぜひね、10秒時待ち構えてやりましょう。あとは星4のギアシールを大切にするってことですね。これ星4の価値ですね。これまではもう星1から星4ほぼ一色単だったんですよ。だけどこれまでよりもまあちょっと価値は上がると予想しています。まあ、なのでシーズン4以降に残すと、シーズン4以降でね、この星4ギアシールでダッシュができるかもしれません。ので、ぜひ、ね、皆さん楽しみにしておきましょう。はい。あとはイベントへの参加ね。これ、本当にスプランみたいに完全無課金でやっている人が大切にした方がいいなと思ってます。ね、これもちろん楽しんでる方ももちろん参加してると思うんですけど、これで、ね、まぁ、ちょっと稼ぎたいな、みたいな、なんかそういう心持ってる人もいると思うんですよ。まぁ、そういう人は、まぁ、やっぱりここのところ対戦するといいと思います。で、これは毎シーズンね、800円相当の効果があるシール、まぁ、キャラクターシールなんですけど、これは無料で配られているんですよ。なので、これ、スクエニさんね、ぶっちゃけ、本当に優しいと思ってます。まぁ、ね、なんか、オープンチャットとかではね、なんか運営さんがなんかミスしたみたいな感じで言われたりもするんですけど、まあそういうのさておき、やっぱユーザーフレンドリーな視点を持っているって感じですよね。なんか大きなやっぱ企業さんなわけじゃないですかが、やっぱりユーザーの声を一個一個吸い上げてるっていうのは、なんかこのやっぱりこの Web3、NFT とかの走りの今の段階だからこそできることかもしれないと思ってるんですよね。なのでスケニーさん本当に優しいと思っているので、ぜひね、このシール、イベントに参加してゲットしていきましょう。はい。あとはシーズンによらない立ち回りの基本ですね。これはシーズン1とかシーズン2とかね、スプランがツイッターの方でお話してきました。まあ、ここのところはもう特に変わりはないので、まあ、ツイッターの方ではね、改めてシーズン3の立ち回りみたいなことは今回はツイートしないってことに決めたんですけど、これシーズン1とシーズン2のところ、まあ、本当にこれはシーズン3でも共通になる立ち回りになってくるので、こちらはね、概要欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひぜひ参考にしてみて皆さんやってみてください。立ち回ってください。質問ある方ね、リプとかあるいは DM とかね、 あるいはねこの YouTube の概要欄コメントのところに残してくださると嬉しいです。はい。ということで最後スプランをまとめるということで、楽しもう、集めよう、そしてスピード勝負も大切にしていきましょうということですね。はい。ということで今日はねこの概要と立ち回りですね、ここのところ分かってもらえたら嬉しいなと思います。はい。ということであとはね最後に宣伝ですね。これはスプランのメルマガですね。圧倒的知識、あと稼ぎ方ですね。スプランは去年かな、 NFT2 ヶ月で250万円叩き出した方法、あと今年も多分300万円ぐらいかなプラス出てて、今2ビットコインに変えています。ビットコイン2つ持っているので、それぐらいにはまあ儲けてきましたので、ぜひ稼ぎ方参考になるかもしれないので、どうぞ完全無料でやめますので、こちらも概要欄の方から登録いただけると嬉しいです。いつでもやめられます。
すでにね、これチェックしたら275人でしたね。前回の動画250人とかって言ったんですけど、なんか20人ぐらい増えてましたね。はい。なので、ありがたいことなんですけど、はい。引き続きよろしくお願いします。ということで、本日は以上になります。はい。ぜひね、この動画良かったなという方は、高評価、またね、チャンネル登録まだの方、ぜひね、チャンネル登録ポチッとして、年内本当に3000人に行って、3000人に行くとね、これなんか記念のプレゼントとかするっていうことをお約束しているので、ぜひね、3000人よろしくお願いします。チャンネル登録ポチッとお願いします。ということで本日は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。次回はステップンかな。ちょっとね、途中で噛んでしまいましたけど、ステップンの内容にしようかなと思うので、ガスヒーローかな。ガスヒーローにしようかな。まあちょっと迷ってますけど、出そうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。そんな感じで本日は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ではでは。